こんばんは。暑い。バラジュクありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。もうお風呂に入ってパジャマに着替えてしまいました。暑い。ちょっと暑すぎて扇風機あるけど暑すぎてお風呂入っちゃった。暑い。もう寝るだけ。そうですね、もう寝るだけ。もうあとご飯食べて歯磨いたら寝れる。まあ昨日もこんな感じだったんですけど。暑い。メイクも落としたの。そりゃお風呂入ってますもん。落としますよてかメイクしてないですし、そんな毎日もうずっとメイクしてない。9月入ってからもういいや。こんばんは。もうボディクリームとかも全部塗りたくったので、もう本当にもうこのまま寝てもいいぐらいなんですけど こんばんは。めっちゃ今日暑い。ダメだ、クーラーつけちゃいました。結局今日消しちゃったけど、結局つけちゃった。暑くて これがめっちゃ気になる。これが今日暑いですよね。こんばんは。名古屋も暑いです。めっちゃ暑い。まあでも日によるけど、今日は本当に暑い。日にはよりますけど暑いです。
そのボディクリーム塗ったばっかりすぎてめっちゃベトベトする、足が最悪、めっちゃベトベトする。ベトベト、こんばんは。チケンの方ありがとうございます。 SK48 チームスのしぐるずきです。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。今日早起きだと違うんですよ。今日は違う、いつも早起きですよ。いつも7時半ぐらいに起きるんですけど、そう、家族をお見送りするためにお見送りするんです。朝あ、もちろけんさんがいる、ありがとうございます。 SK48 チーム S のしぐれずきです。ありがとうございます。こんばんは。偉いでしょ。まあもう一回寝ちゃうんですけどね。いや、二度寝っていいよね、最強。こんばんは。二度寝っていうか、多分なんか睡眠時間が足りてなくて寝ちゃうみたいな感じなんですよね。そう、なんか二度、まあ二度寝っちゃ二度寝なんですけど、多分自分の睡眠時間が足りてなくて結局寝ちゃってみたいな。そう、なんかすごい眠たくもないのに寝てるわけではないんですよ。そう、自分の睡眠時間が足りてなくて結局眠くて寝ちゃうみたいな感じだから、そう、足りてないのよ。こんばんは。でも多分ね、8時間ぐらいがねちょうどいい気がする、自分の中で。8時間ぐらい睡眠取るとすっきりする気がする。すっきりっていうか、二度寝しなくてもいける、二度寝、うん、かな。8時間
それぐらいです。まあでもいまいちあまり分かってないけど、自分の最適な睡眠時間っていうのを、それが分かればすごいさいいと思うんですけど、そう分かってないけど8時間ぐらいだと思います。多分こんばんは。私まあ寝たら身長伸びるかなと思ってたくさん寝てます。最近は身長伸びてくれないかなと思って寝てる。じゃあそれもちょっと込めて、そういう気持ちも込めて寝てる。いい夢だと起きたくなくなる。え、ちょっとわかるかもしれない。いい夢だと一回起きてもすぐ寝て、その夢にならないかなとか思ったりするこんばんは。最近夢見ましたか？いい夢っていうか、でも最近メンバーになってないからかわかんないけど、めっちゃ出てくる夢の中にメンバーが。でも最近夢見たかなって思ったけど、すぐ忘れちゃうんですよね、見てても。まあもう9月入ってから誰にも会ってないからさ、多分会いたいと思ってんだろうな。印象に残って夢占い見るようにしてる。なんかね、一回ね、すごい怖い夢を見て、そっから夢占い調べてみたけど、ちょっと怖かった。こんばんは。こんばんは。最初のメールが朝届いた時に二度寝しないで起きてるって思って、バリバリ寝てます。今日も寝ましたすいません、なんか寝ちゃってすいません。いや、バリバリ寝てます、ごめんなさい。
でも朝もちゃんとなんか遅れる時間が決まっててメールが。そう決まってるんですよ。こんばんは。試験の方ありがとうございます。 SK48 チーム S の石倉月です。ありがとうございます。こんばんは。ありがとう。こんばんは。誕生日は楽しみ。誕生日楽し別に楽しみですごい楽しみってわけじゃないけど、誕生日プレゼント何頼もうかなって思ってます。そしたらママにずうずうしいって言われた。まあ頼むんですけど、これが欲しいって。そうずっと最近毎日考えてる、何頼もうかなって。まあ1年に1回の日だからね、誕生した日なんで。でもね、もうほとんど決まったかな。俺これ頼みたいなって思うもの決めた。誕生日はやっぱり誕生日ね、まだ分かんないんですけど、お母さんの誕生日の日は私はなんかお寿司に行くって言ってて、なんかもう予約したらしい。楽しみ。そのままの誕生日の日はみんなでお寿司に行くらしいです。楽しみだねって。ママはね、まだあと2ヶ月後ぐらい。え、2ヶ月は持った。1ヶ月ちょっとです。そう、石黒家秋生まれなんで、みんな秋生まれ。妹が誕生日を迎えて、次私で、次ママの、最後のお父さんです。そんな感じ。
そう、秋に集中してるからね、ちょっとね大変ですね。秋っていうね、秋めっちゃ好き、一番好きです。てかあのスタバの新作が美味しそうすぎて私は早く飲みたい飲みたいめっちゃ美味しそうだった。もうみたいってずっともう思ってます。今日そう焼き芋みたいなやつ美味しいに決まってるやん、そんなの確定で。こんばんは。そう本当はなんかパインと桃のやつは飲まないと思ってて、けどパインがなんか美味しい美味しいって言うから飲んだ。美味しかった。一回だけ飲みました、パイン。あとね、あれも好き、あの新作がなんか売り切れた時にだけ出るフラペチーノみたいなのがあって、それめっちゃ美味しいです。そう、あるんですよ。コーヒークリームみたいな、コーヒークリームフラペチーノみたいなのがあって、そう、それが売ってる時は新作がもう売り切れだよみたいな言うらしいです。そう、一回飲んだことあるんですけど美味しかった。あ、でもその時はフラペチーノ寒かったからあったかいのにしたけど美味しかったです。新幹線で飲んだ。バナナもダメなの、無理ですって。だからダメだってバナナは。あ、バナナ味とかもそういうもそういうことじゃないんですよ。そう、バナナそのものがまず嫌いだし、もうね全てが嫌いなの。本当に無理、嫌い。よく言うじゃないですか、なんか大人になったら味覚変わるよみたいな。もう私バナナ食べれる自信がない、本当に大人になっても。バナナだけは本当に無理、嫌い嫌いだ。変なことありがとうございます。 SK48 チームS のしぐらづきです。ありがとうございます。でもなんかちょっとなんか悲しいのが、なんかあんまりバナナなんか嫌いですっていう人にあんまり出会ったことがない。みんな食べれるよね。みんな好きなイメージ。なんでそんな美味しい、なんでそんな好きなんですか。美味しい。こんばんは。
一時期バナナシェイク流行りそうだったよね。いや本当タピオカ並みに流行らなくてもう本当に嬉しい。これで流行ったら私困る。本当時代についていけない女になるところだった。危なすぎる。セーフです。そこまで流行らなくてよかった。いや本当タピオカ並みにバナナジュース屋が増えたらもう私はどうしようかと思ってたけど、いや本当にねこんな嬉しいことはないよってぐらいちょっと嬉しいですね。いやこれでもし流行ったらもうたまったもんじゃないし、もうなんか差し入れがバナナジュースとかだったらちょっとあーってなっちゃうじゃん。そうやっぱ時代にはついていきたいじゃないですか。バラありがとうございます。こんばんは。そうやってみんなで今日バナナジュース飲みに行こうってなったらさ、行けないやん。私だけ行けないじゃん。無理だよ。いやなんか本当にね無理な気がする。バナナだけはだったらもっとトマトとかなら克服しようと思えば多分いけるけど、バナナは多分無理だと思います。まあ無理して食べるものでもないからさいいんですけど、フルーツミックスジュースってバナナ入ったようなのあるよね。私フルーツ苦手だからフルーツジュース苦手なんです。そうフルーツにあんまり好きじゃないの。でも最近はやっと、最近ここ最近本当に食べれるものが増えてきたけど、まだでも嫌いなものある。こんばんは。そう、そもそもね、そう、苦手なの。で、前は本当にもうほとんど無理かもって感じだったけど、最近は増えた気がする。自分の中でも。だから、まだ最近はね、大丈夫です。バナナ嫌いな人ってやっぱあんま聞かない。いや本当に聞かない。身近にいないんですよね、バナナ嫌いですっていう人が。でもなんかお父さんもそんなに好きじゃないみたいなタイプで、でママと妹がすごい食べるんですよ。だから家にバナナあるんですけど、そこの近く通りたくないもんだって。できればだけど、もう本当にね、ああまたあるじゃんと思ってちょっと嫌になっちゃう。見るのも嫌なの。はい。できればもう視界に入れたくないです。こんばんは。
いや本当になんかもう立ったら本当バナナのいいとこ100個ぐらい行ってほしい絶対出てこないでしょ100個もいいところなんて。いや本当にマジで苦手ははいや本当に苦手なんですってば、無理。いやでもバナナ嫌いって言っといて、私はエス公園の愛のルールって曲で幼稚園ジャックでよくバナナでいたずらしてましたけど、そんな時代もありました。もう今はやってませんそんなのは初見の方ありがとうございます。 SK48 チームエースのしふゆづきです。ありがとうございます。ありがとう、こんばんは。もうあの衣装着れないだろうな。こんばんは。今だったら誰がやるかな。今なんかいないよねそういう子が。なんか昔はさ、もうちょっとなんかもう年相応なちっちゃい子とかいたけど、今そういう子いないよね。今やるってなったら誰がやるんだろう。確かに全然いない。みんな身長大きいもん。いやアナちゃんとモモはもうダメでしょ、中3やよいや身長大きすぎるって。私がやってた時150なかったんですよ。だってもうそういう子がいないじゃないですか今SKE には。もうね中3はねダメだよ、せめて中2とか中1までですねやっていいのは私もうちょっとちっちゃい、身長がちっちゃければねいけるけどね、ちょっとね中ちゃんももう大きいから身長。って言ったら本当昔に比べればさ、身長大きい人増えましたね亜美ちゃんまだやっちゃいます。亜美ちゃんもやってたけど、でも願いとかもやってましたよね。願いもやってたよね、めっちゃ覚えてるもん。いろんな人で回してた気がする、幼稚園児役。懐かしい、そんな時代が。みんな大きくなられて、だって大きくなりました。こんばんは。
確かにゆず特に身長大きくなったから、いやもう個人的にもうあの衣装着たくないもんもういいやって思っちゃう、もういいですね、ちょっと。こんばんは。明日小学記念日、本当だ、そうじゃん、9月16や、え、あっという間、何年、3年目か、上、やばー、もう3年目になっちゃう、早すぎん、え、3年目、2年目、いや3年目か、やっば、お祝いしないとじゃん嘘、もうそんなになるんだ、早い。ってことは私が携帯をなくしてからもう3年経つのか、早いな、携帯を置いていってからまだ3年しか経ってないけど、まだ3年、もうやっと明日3年ですね、早っ、私的にはめっちゃ早い、3年、もう3年って感じ、もっと S にいるような気がしてた、でもそれは嬉しい、すごい、3周年だって素晴らしい、あっという間、あっという間、めっちゃあっという間、本当にあっという間すぎる、早い、あなたもありがとうございます、ありがとう、そっか、早いな、もう3年か、びっくりしすぎて、やばっ、こんばんは。お腹空いてきた。なんかお腹空いたって言って何食べたいって言われると何でもいいって返しちゃうのやめたい。なんかそういう時に限ってさ、全然思いつかないんですよね、食べたいものが。こんばんは。
そう、なんか何でもいいってさ、一番困るじゃないですか。なんか何でもいい、でも何でもいいんだもん本当に何でもいいんだもん。でも逆にさ、なんかお寿司って言うと、って言われるんですよいつも。じゃあ聞くなよって思っちゃうんですそうだ、大抵私がこれが食べたいって言うと却下されるんですよね。ちょっと そう、本当に そう、でもちっちゃい頃から なんかね何食べたいって言われると必ずお寿司って答えてました。それぐらい好き そう、お寿司絶対答えてました そう、そこはちっちゃい頃からね、変わってないの。いなり寿司でいいって言われるかも。いなり寿司別に嫌いじゃないよ別嫌いじゃないよ、全然普通に食べれる。こんばんは。茶碗蒸しは好きだけど、別に寿司屋で食べようと思う。茶碗蒸し熱いじゃん。私熱いの苦手だもん。冷たいのだったら食べるけど、暑いじゃん茶碗蒸しって。手巻き寿司でも、手巻き寿司最近してなくて、手巻き寿司めっちゃしたいんだよね。手巻き寿司めっちゃ食べたい。だからめっちゃメンバーが私のお家来たいって言ってくれるんですけど、なかなかタイミングが合わなさすぎて。そう、メンバーを呼びたいんですよ私は。みんな来たいって言ってくれるんですけどね、誰もね私の家に上がったことないんですよね、メンバー誰も上がったことない私の家。あ、来ます皆さん私の家来ますか自主愛知県です自主愛知県自主愛知県愛知県のどこか ちょっと探してください私の家愛知県どこかに住んでるから。試験の方ありがとうございます。 SK48 チーム S のしぐれ好きです、ありがとうございます。もう少しヒント、もう少しヒント、
何が出せるかな。庭がある、庭があります。大きいお庭があります。ただ私がもう何年も入ってない庭がある。2階建て。ハードル高すぎだろ。めっちゃ面白いんだけど。あ、そうだね、バイクが止まってますね。バイクが止まってる。ウォーリーを探せとか懐かしい。でも本当に私の家知ってる人いないですよ、メンバーでも。ほとんど来たことないもんだって。だし地元の友達とかも上がらせたことないので、本当に分かる人ほんと片手か両手で収まるぐらいしか知らないです私の家。そう、誰も上がらせたことないんだよね。言い方、そう、誰もね、そう、上がったことないから。そう、レアです、とっても。なんかメンバー誰も来たことない。ただね、みよまると、みよまるはね、あの外見だけ見てますね。そう、一回2じゃないよの時に、そう、お家までマネージャーさんが迎えに来てくれたので、その時に見てる。メンバーの家に行ったことある？あります。るーちゃんちと、あみと、あとちかさんとあやえさんのお家に行きました。そう、お邪魔してばっかりだからね、ちょっとね、ほんとそろそろ呼ばないとって思ってるんですけど、そう、なかなか今のね、このご時世的にも呼べないので、ほんと収まったら呼びます、みんな。試験の方ありがとうございます。 SK48 チームS のしぐれづきです。ありがとうございます。呼ぶときぜひ配信してほしい。しますね、じゃあ。やりますね。そう、でも本当にね、誰も上がったこと、あ、でも地元の友達は一人上がったことあるかな。本当、私が小学1年生とかの時にすっごい仲良かった子がいて、名前が似てたんですけど、その子と名前が似てたってだけで仲良くしてた子がいて。まあそれだけじゃないんですけど、そう、名前が似てて仲良くなったみたいな、そう、子がいて、そう、その子はでも一回来たことあるかも。でも本当名前がそっくりなんですよ。そう、だから仲良くしてた。そう、同じクラスだったんですけど、小学校1年生の時。そう、その子しか上がったことない、多分。レアですね、だからその子しか上がったことないから。あ、でもゆずきちゃんじゃないです。ゆじゃない。そう、ゆから始まらないけど、でもそう、名前が似てて仲良くしてました。
その子の名前当てようみたいなコメントするのやめてください。すごい温かるじゃないですか皆さん。でもね、 SK にはいない、いるかな、いるかも。あ、バラありがとうございます。ありがとう。30分までありますね、あと6分。お腹空いてきた。私もお腹空いてきた。やばい。めっちゃね、今カフェイン取りたい。そう、今日飲んでないんだよね、ミルクティー。もうめっちゃ飲みたい。でもちょっとね、我慢。私の誕生日が来るまではちょっとカフェインストップ。フェイント、お菓子ストップです。エナジードリンク、あ、そう、ママがね、飲みなよって言われた。そう、なんかずっと飲んでなくて、冷蔵庫にあるけど飲んでないから、早く飲んでもらっていいって言われた。今日の朝怒られました。だからエナジードリンクってオロナミン C 飲みます、今日は。こんばんは。本当は10月、本当は生誕祭まで我慢しようと思ったんですけど、生誕祭がいつあるか分かんないから、そう、ちょっとね、やめた。誕生日までにした。ちょっと無理だと思って。ちょっと諦めた。まだ生誕祭日程が分かんないからさ。そう、でもね、いつだろう、去年じゃないの、前回の生誕祭の時は1ヶ月ぐらいタピオカ我慢してました。生誕祭まで。そう、意外といけた。でも そう、タピオカ我慢してました。そう、そしたらね、生誕祭の日にね、みつきつさんが来てくださったんですけど、タピオカを差し入れしてくださったんですよ。そう、優しくないですか。めっちゃ身に染みたわ、その時のタピオカ、美味しすぎて。そう、まだ S で生誕祭したの2回しかしてないから、次3回目ですかね。みつきつさん優しい。そう、みつきつさんが買ってきてくれたタピオカで解禁しました。優しい。
タピオカでも最近飲んだんだよね。髪も10月になったら切る。髪は11月とか12月ぐらいですかね。まだプロフィールが変わって半年経ってないので、半年経ったら変えていいみたいな、変えていいというかっていうらし感じらしいので、11月か12月ぐらいにちょっと短めに切りたいなって思ってます。そっか、そしたらもう伸ばすけど、でももうね伸びてきたんですよね。ほら肩につくから外ハネになっちゃうの、髪の毛が。だってもう結べるもん、髪結べちゃう。そう、大豆測るの忘れてた。なんかねあるんですよ、ここからさ、この耳の下からこの顎までの長さで、なんかショートが似合うかロングが似合うかみたいなのがあるんですけど、そう、結局測ってないや。何センチぐらいだろう、から。そう、 5.5 センチ以下だとなんかショートの方が似合うみたいなで、 5.5 センチ以上あるとロングの方が似合うらしいですっていうのがあるらしい。そういうのは意外と信じちゃうタイプなんで。でも個人的にはね短い方が好きな気がする。過ごしやすいし。でもね、でもロングになったらなったでこっちの方がお気に入りとか言い出しそうだけど、今のところこっちの方が好き。お、30分だ。そろそろ終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ではまた明日の配信で会いましょう。ありがとうございました。バイバイ。また明日。ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。